普通に、ああ、ああ、一夜一緒なので来ちゃいない。どこですか、ここは、ほんで。待って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 、知らないとこ、知らないとこ。待って待って待って、知らないとこ来たわ。おい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 。オッケー、了解、オッケー、オッケー、分かった、分かった、分かった。話し合おうや。話し合おうって言ったよな。話し合おうって言ったやん、今。え？言うたよね。あー、そういう感じね。OK、了解。じゃあ、みんな、今日はここまでということで ありがとうございます。ありがとうございました。気持ちいい朝ですね。なんかどうやら。気持ちいい朝。ほんまに。最高やん、こんな。ねえ、マリオもびっくりの奈落。配な信いしんてだくよ。れるな。ああ、配信してくれるのは予定があるだって。あ、なるほどね。そういう捉そういうえこと方もだ。あるのだね。からさ、今後さ、友達の誘い断るときにさ、いや、ごめん、ちょっと用事あるからさって言って、配信すればいいんだよ。なるほどね。私そうするわ、次から。ちょっとそうし用事よあるわ、つって。みんなと過ごす。う。いいじゃん。超寂しくないじゃん、そやっれ。と。最高。み最んなありが高。とう。なんか、アットホーム配信だった。さっきまで ぼっちとか言ってたのに。そうだよ。あ、やっぱじね、ゃあ。寂しい者同士集まりましょそうですね。ぼっちは集まったら、ぼっちじゃなくなるから。そうよ、そうよ。リツモ。ぼちつもです、ぼちつも。ぼちつも。ぼちつも。ぼっちも積もれば集団となるから。ぼっちも積もれば集団となる。今日の名言。名言出たわ、今日の。今日の名言でございます。はい、じゃあ次行きましょうかね。お願はいい。します。次じゃあ、こちらですね。ちょっと長いんで、見にくいかもしれないけど、行きます。はい。学校や職場の共有スペースの掃除は無限にできるけど、自分のロッカーのような私有スペースの整頓が苦手です。普段は誰かに見られるわけじゃないからいいけど、時々誰かに見られてうって後悔したり、でも、綺麗にできないんです。もうね、ずっわとか首る。を縦に振ってる。もうほん、首を縦に振ってる。ずっと首を縦に振ってる、今。もうほんと。急激に高くてさ、びっくりしちゃった。もう今月はもうね、何も買えない。何もか、あ、間違えた。何も買えないし。ちょっと、贅沢もしません。100均の、あ、ジグソー式のウレタンマット。へえ。あれか、なんか、パズルみたいにってやつか。はいはいはい。誕生日は8月5日です。一緒に楽しかったの。え、本当？嬉しい。今日のパンツ何色ですか？今日履いてません。助かる。よーし。星を下はげい。て。うん。えい。ビクトリー。さすがにね、強すぎる運動100%って言われると思う。何したいんだけど。え、もっと頑張らないといけない？どうしたらいい？これは。みんなどうがいいと思う？これじゃダメかな？好感度下がる。そう、好感度下がるのはまずいよね。配信の方じゃないやつ。あー、そういうことね。はいはいはい。じゃあ今日は、じゃあ、PR しようか。OKOKOK。これしようか、じゃあ、はい。きたー、超天ちゃんが配信だー。
配信するとダメ。オッケーオッケー。じゃあ配信はしない。配信じゃなくて絵をすればいいんだね。わかったわかった。はっ。きた。ファイナル戦記で遊びます。ゲームとかやるんだ。音源かなれしそう。きたー。頂点参戦。分離を起動して。ええタイミング、タイミング、どういうこと。すぐに笑った。え？はい。次。そこで、アビ様は考えました。そうだ、押し入れをお部屋にすればいいんだ、と。ね。せっせと机を組み立て、パソコンをつなぎます。たたーん、押し入れ部屋、完成。誰や、アビエモンって言ったん。誰や、アビエモンって言った人、ちょっと出てきなさい、本当に。僕、アビエモンです。じゃないの？ね？ごめんって言って、いいよ、許す。ね、はい、次行きましょうね。はい。ウキウキで押し入れに入ってみると、狭っ。もう信じられんぐらい狭いからみんなこれ、うん。ちょっとね、持ってると思うじゃん。意外とね、めちゃめちゃ狭い。もう1メートルあるかないかぐらいだからね、本当に狭くて。うん、モニター2枚置いてるんだけど、本当に狭すぎてね、もう横のやつ傾いてるからね。うん、で、ある日、押し入れから出るときに扉に足をぶつけてしまいました。ぶつけてしまいました。あいつ、いつ、あいつ、あっ、いって、あっ、いって、あっ、あっ、あっ、ってなりました。ね。まあでも、あ、足は